あれ？モンスターがみんな私たちを無視していっちゃう。どうしてかな？止まってくれないよ。もしかしてこのモンスターたちが目指しているの、私たちの拠点？わかったわ。誰か命令してるのよ。アミちゃん、このモンスターの動き一体何なの？わかりません。こんなこと初めてです。トリマ突破されたらおしまいだよ。ギアチ、なんとか頑張って。絶対に拠点には行かせないんだから。不自然なモンスターの行動、妙な違和感の正体はこれだったわけね。ラムの言う通り、誰か命令している人がいるのかもしれないわね。いくら数を揃えても所詮雑魚は雑魚か。だがこれならどうかな。行け、ネプギアに絶望を刻んでやるのだ。